はい、安藤さくらです。なんか役とか、そのどういう人でとかいうふうには捉えてなくて、何かこう、まあ、こういう少女でっていう具体的なっていう人物像とかっていうことでもなかったので、私は人というよりかは何かこう人間だったり、こう自分たちが今いるところの一つのエネルギーの塊みたいな生き物であれたらいいなと思ってやっていました。ダンスは少しやってたことはあるんですけど、全然そういう、だから今回の体の動きとかっていうのは、なんかとにかく、なんか生き物としてとてもニュートラルな状態でそこにいようと思っていたので、いろいろな場所に行って、そこにいる生き物たちやそこにあるその場所の何かに体が動かされるままに動いたらいいなと思ってやっていって、だから奈良で最初に、こう水があって逆さにこう見てみたんですね。そこから、なんだろう、監督がちょっとそれを撮ったりしてたので、そこから全部これは逆さに見てみようと思って、なんか自分の中でもそういうところから、自分がこう動くっていうより動かされるままに動いこうと思って今回やっていたので、そういうところから、なんだろう、逆さまっていう見方、この少女がいつも見る見方っていうのは、私は、まあ、一応いろいろ意味があってやって。意味があってというか、その時にふわっと、ああ、だから少女はこういうふうにものを見るんだって思ったりとか、そういうふうに生まれてって、で、不思議なことに、でもそう、やっぱりでもなんかわからない、その川瀬さんの、監督のなんか力なのか魔術なのかわからないですけど、そういうふうにやっていったら、逆さに何かを見るとか、他の動きにしても、全てこう合っていくというか、なんか不思議な物語でしたね。私自身やっていて、いろんなものに動かされているような気分になりました。同じです。別に私はそういう生き物を今回演じようとしていたわけではなくて、自分の持ってる生き物という自分の生き物の一番、なんて言うんだろう、本能だったり、そういうこう、ただ自分が一番こう、こっちが社会にいつもきちんといる、こっちが生き物としている、もう振り切ったというか、そっちに振り切っただけなので、普段からそのバランスを、他の普通の、もちろん普通の女性の役でも多分やってることは同じで、何かシチュエーションが今回そういうシチュエーションだったりとか、あとはまあとてもそういう動かしていただける環境にポンとこう行くことができたので、場所も、なんだろう、特に変わりはないというか、やっていることに、ただただただとにかくこの作品のカメラの前では
私はもう本当にただの生き物としての人、なんか塊でいればいいんだっていうのがとっても楽しかったですね。うん。うん。なんかいろんなことをが、それは不思議と多分会う前から何かこの作品のそれこそ種みたいなのは監督ときっと共有してて、なんかそこから、いろんなこう撮影をするたびにいろんな何かがヒューヒューヒューってきて、その種から芽が出て、なんかいろんな形になっていったっていう感じなイメージです。 答えになってないですかね。 自分の父親がずっとこう俳優をしていて、多分そういう姿を見ていて、でも別に俳優さんに憧れたというよりかは、そういうなんかこう肉体を使って、というか肉体をどこか、なんだろう、提供して 自分、でこの肉体から何かが生まれていく、人の作ったものになっていくっていう、なんかそこにすごく憧れを抱いて、それは初めて父が出てる舞台を見に行った時にすごくそういうことに憧れたんですね。何か、そう、だから女優さんになりたいって思ったというよりかは、そういうものになってみたいと思ったというか、すごくだから今回はなんか近い感じはしてます、この、そうです。 決してすごく言葉とかで交流を取ったわけではないんですが、なんか最初からものすごくそれこそ不思議な何かを一緒に、どっか一緒に二人で宇宙に行ったことあったっけかってたまに思っちゃうような感覚で。